両画文明は中国東北部の両画流域で起こった中国の古代文明の一つ。紀元前6200年頃から存在したと考えられている。1908年に考古学者の鳥居隆三が両画文明の一つである鉱山文化を発見したことから始まる。大規模な縦穴式住居が出土しており、特に両年賞。 両元一から立て平ら県で発見された鉱山文化の遺跡の一つ牛川両遺跡は、広範囲にわたって、墳墓や祭壇といった神殿が発見され、戦死時代の国があったのではないかと考えられている。交流保文化の遺跡からは、中国最古の竜を刻んだ翡翠などの玉製品が発見されており、串目文が施された平塚園頭ど器、欠上耳飾りなどが出土している。 鉱山文化の遺跡からは風水の原型と見られるものも出土している。夏家店上層文化からは最古の遼寧式道剣が発見されている。このように高河文明や長江文明とは異なる文明でありながら後の古代中国文明に大きな影響を与えたと考えられることから現代でも大きく注目され盛んに研究されている。年月に 合衆国科学アカデミー企業に発表された中国、科学院のシャッピング・ヤン、合衆国ニューメキシコ大学のルイス・エースクデルと、彼らの共同研究者による内モンゴル自治区東部の、今夜下地かつ砂丘地帯の堆積物の検討によれば、従来は過去100万年にわたって砂漠であったと考えられていた。同地帯は1万2000年前頃から4000年前頃までは、豊かな水資源に恵まれており、 深い古将軍や森林が存在したが、約4200年前頃から始まった気候変動により砂漠化した。このために約4000年前頃から鉱山文化の人々が南方へ移住し、後の中国文化へと発達した可能性が指摘されている。両画文明遺跡における6500年前から3600年前にかけての個人骨の矮線食体派プログループ分析では、 ウラル系民族で高頻度に観察される、ハプログループ N が60%以上の高頻度で認められることから、両画文明を担った集団は、ウラル語族を話していた可能性がある。後の夏家店上層文化の時代になると、ハプログループ O2 やハプログループ C2 へ交代したようである。ありがとうございます。